おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、私がね、一日どんな暮らしをしているのか、日を追って時間を追ってお話ししようかと思います。今午前の9時なんですけども、実はね、今私の3歳の息子大和くんがインターナショナルスクールね、学校、いわゆる幼稚園なんですけど、こちらの方が休みになってるんで、普段とはちょっと違うスケジュールなんですよ。で、普段は、朝8時20分か30分ぐらいにお迎えが来て、そして、15時ぐらいにまたね、スクールが終わって、私の自宅の前にバスが着くんですよね。ですんで、そのパターンからお話しすると、だいたいね、7時半ぐらいに私が大和くんを起こしに行きます。奥さんは寝た状態です。で、朝の支度をして、8時半ぐらいにバスが来るんで、バスの方にお預けして、そこから私の一日がスタートするわけなんですが、この一日のスタート、だいたい奥さんが起きてきて、いわゆるね、ここから、恋人時間って私が名付けてるんですけども、大和くんが出かけてる間の2人の時間が始まるんですよね。で、そこでは、一緒に家事をすることもあったりするんですけども、ちょっとランチに出かけてみたりとか、デートみたいなことをしたりとか、つまり私は体を完全にフリーにして奥さんと一緒に過ごすようにしています。もちろん2人で、事務作業をする日、机を並べてね、 お互いの仕事をする日もあれば、一緒に、買い物をしてね、日常生活に必要なものを楽しく選んでいくっていう日もあります。で、お昼は自宅で食べることもありますし、それから買い物に行く流れ、出かける流れで、外食をすることもあります。最近のお気に入りは、ついのあったかいうどんを食べたりしますけどね。たまには料亭料理を行ったりとか、グルメを結構楽しんでおります。それもそんなに頻繁に行ってるわけじゃなくて、月に3回、4回ぐらいは行くかもしれませんけど、週に1回目安ですかね。場合によっては、うちの母が近くに住んでますんで、連れ添って3人で行くこともありますね。で、それから、午後3時まで、大和くんが戻ってくるまで、その流れで少しドライブ、余裕な時間を過ごすか、もしくはそれぞれのまた仕事とか家事を分担してやることもありますし、大和くんが帰ってくるまでに、サプライズを仕掛けることもあります。つまりだいたい朝9時から午後の3時までこの6時間っていうのは結構恋人時間で名付けてるんですけども、出会った時と同じような時間を過ごすことにしてるんですよね。じゃあ午後3時から大和くんが帰ってきました、お迎えします。それからなんですけども、少し大和くんと自宅で遊ぶんですけどもね、奥さんと。しばらくすると、私の母の家が近くにありますんで、おばあちゃんのとこ行こうって言って、おばあちゃんのとこに行くんですよ。で、大抵の場合私一緒に過ごしてるんですけども、少ししたらおばあちゃんの家を抜け出してきて、こちらの家に戻ってきて、奥さんと2人で、だいたい午後4時から6時までの2時間を、またね、恋人時間みたいにして過ごします。その間に夕食も取ります。夕食を取り終わると、片付けをして一日きれいにした状態で、おばあちゃんのところに2人でね、お迎えに行って、大和くんと一緒にこの自宅に帰ってくる。帰ってきたら、6時半から7時ぐらいの間にお風呂に入って、で、7時台ですね、7時半から8時の間にベッドに入って、私は寝る時間になりますね。で、寝て、大和くんは寝て私も寝るんですけども、私は深夜の2時とか3時に起きて、それから独身時間が始まります。独身時間というのは一人で、例えば速稼塾のコンテンツ作ったりとか、相場解説をしてみたりとか、いただいたメールの返信をしたりとかね、さまざまここで動画のコンテンツ更新をするんですよ。おおむねこれが朝の5時まで続いて、朝の5時からはライブ放送するっていう、5時半ですね、5時半からライブ放送するっていう流れです。で、5時から5時半の間に私は朝食をとります。そういうふうな時間の使い方してますね。で、FX オリガルヒのサポートはどこでしてるのかってことなんですけども、この独身時間にするのと、それから 2,3 時間に1回私動画の更新をしてるんですよね、通常時。それは本当に短い時間、本当に3分とか5分を抜け出してさっとパソコンの前に座ってパパパッと解説をして、またもう本来の用事に戻るってことをたまにしてるんですよ。で、これが別に、できるんですよね。だから要するにトイレに抜けて帰ってくるみたいな感覚でFX の方をちょこちょこってやって帰ってくるみたいなことをしてるんですよね。それによって FX の収益も上がるし、解説動画も更新できるってことになって、時間的な拘束はあんまりないんですよ。で、気づいたのは FX は張り付かなくて大丈夫ってこと、張り付いてもやることがないってことなんですよね。それから皆さんからいただいたメッセージの返信ですとか、それからインスタグラムのフォロワーさんからいただいた
質問への回答っていうのも本当にこう、あ、ちょっと行ってくるわみたいな感じで3分5分っていうのを時間を作っていろんなところで動画を撮って戻ってくる。基本的に私の動画の撮り方ってこうやって喋るわけじゃないですか。だからそれこそトイレの中でもできるし、庭に出てもできるし、ちょっと2階に行ってもできるんですよ。本当にちょっとの時間でできますんで、サポートは細かくできるかなというところですね。まあ決まりきったあの出勤とか組織でやってる仕事ではないんで、この自由度が使えるかなと思いますんで、あの YouTuber を目指される方とか FX のトレーダーを目指される方っていうのは、私のライフスタイルと同じように考えていけばそんなに齟齬は生まれないと思います。そして私の場合はあの家事とか育児っていうものほとんどやってます。そんなに負担ではないですね、はっきり言って。あの体格もあるし体力もあるし、それからどんなことをどの順番ですればいいかってことはもうすでに何年か前に学んでいたんでね。だから家事とか育児とか療育ってあの情報量知識量で全てクリアできると思いますね。ほとんどのことはどうにもならないことははっきり言ってどうにもならないことなんで、それはその時はね一緒にわーっとなってきゃいいかなと思うんですけど、めったにないですねそういうことはね。だから A という事象が起きたら B をすればいいし、 B という事象が起きれば C をすればいいって、もう今公式化されているんで、体系化されているんで、そんなに難しいことはないかなと思います。あの YouTuber で T 先生っていうのがいらっしゃるんですけども、この人の、無料動画もねかなり参考になるんで使わせてもらいましたし、もともと私13年間介護士をやっていまして、療育っていう分野に携わっていたんで、結構自分は子供の扱い方とか女性の扱い方が上手だなとも思ってたんですよ。ですんでもものすごい自信がありましたね。でその自信の通りやってこれたんで、あの結構あの家事や育児とかっていうの楽だなって印象ありますね。聞いてるほどどうこうなるもんではないかなというところがあります。それでまあ独身時間、とか恋人時間、家族の時間っていうのをちゃんと持てますし、何不自由はないかなというところではありますね。まあ、それは年の功もあるかもしれないですね。40を過ぎてからあのネットビジネス始めて、45で結婚してみたいなところがあったんで、まあ私の人生が大きく変わることもないですしね、これからね。あとは何だろうな、将来の不安は別に消えたわけじゃないですけども、将来の不安はある程度将来来るなと思ってまして、とりあえずここ1年2年っていうね短期のスパンで見れば自分の裁量で動かせるところ多いかなっていう度胸と、まあ、肝の据わったところがあります。ただまあ先のことを考えたらやっぱ怖いですよ。10年20年どんな病気が私の体を蝕んでいくだろうかとかね。だから健康診断も行きますし、運動もしますし、食べたり飲んだりも気をつけるようにしてますし、タバコとお酒はもうね一切やめてもう7年ぐらいになりますからね。お酒も飲まないですね全然。飲みたいとも思わないんで、も飲む席もなければ飲みたいとも思わないですね。ビールの一瓶すら家にはないです。調理酒もないですね。そんな環境です。だから飲むものって言えばお茶かコーヒーなんですよ。まあコーヒーが多いですね。コーヒー飲みすぎかもしれませんけどね。だからこれを本当ルーチンで毎日回ってるって感じです。で今大和くんがお休みで、今9時半ぐらいになるんですけども、喋ってる間にまだ起きてこないですね。昨日は10時半ぐらいに起きてきたんですよ。だからいつ起きてくるか分かんないけど、起きてくるまではこうやってあのプラスアルファのコンテンツ作ったりとか調べ物したり、映画を1本2本見たりってことができたりとか、今相場はほとんど動いてないんで FX のことあんまり気ぃつかなくていいんで、その分だけ負担は楽かなと思います。でも家事はもう完璧になってますもん。家事とかもう掃除も全部済んでます。今状態ね、庭の掃除から洗車まで済んでます。それが私の朝9時なんですよ。で買い物もほとんど揃ってますね。不足なものないのと、あとは楽しみで奥さんと買い物に行く分は少しだけ残してるっていうふうなね、まあ、このバランスですか。で家は 6LDK なんで広いんですよ。広くって大和くんのおもちゃをいろんな部屋に配置してるのと、で片付けらんないから、まだあの片付けも私がパッパと合間にやってるんですよね。で衣替えとかも相当数あるんですけども、やったりとか家具の移動とかね、たくさんあるんですけども、まあもともと私の体力とかね、こう動きの速さっていうのもあるんでしょうね。何でもかんでも早く済むんですよ、私がやると、自分でやるとね。だからどっちかっていうと独身時間に全部ねやっちゃうみたいな感じですよね。だからあれですよね、なんか私の体の中に分担って言葉はなくって、全部自分が基本的にやって、でまあやってもらえるところをちょっと意図的に残すみたいな感じですかね。だからまあなんかその独身時代仲があったんでね、逆になんか自分でやらないとなんかちょっと気持ちが悪いみたいな、腹の座りが悪いみたいなところありますね。だからトイレ掃除もお風呂掃除も
玄関の掃き掃除とか窓拭きとかも結構得意で、いつの間にか終わってるみたいな感じです。私としてもね、こうやって座ってるだけで、ああもうあとはやるとこないなみたいに思ってるんですよね、いつもね、うん、だからなんかこう近所の廃品回収に軽トラック借りてね、出かけたりもするようにもなりますし、あのプレゼント言って家の周りの飾り付けを出したりとか撤去したりとか倉庫にしまったりとか、まだ体動くんで、まあ、それが私の今の運動ですかね。軽く運動するっていうのがそれ、うん、唯一できなくなったのが今ね、トランザムの運転ができないんですよ、ナイトライダー。これはちょっとできてないですね、うん、本当に1時間2時間出かけてきたいなと思うんですけども、ちょっとその時間は全然取れてないです、この半年ぐらいつうか前回車検受けて1年半ぐらいになるんですけども、はっきりと運転したっていうのはね、大体2回か3回ですね。今あのセルシオも気に入っちゃって、そっちをいっぱい乗ってるんですよ。それから家族で行くときはあのベルファイアーですね。恋人時間ではそのセルシオですね。一人の時間で今運転するってことがもう深夜だけなんで、深夜はさすがにアメ車の V8 はボーンと行けないんでねトランザムだけが動かせないのがちょっとね、今心残りかなと。まあでもね、あの家族と過ごす、大和君と遊ぶの楽しんで、何のストレスもないかなと。それから家族には不自由させてないかなと思います、時間的にも金銭的にもね。その金銭に関しましては、いつまでこのレベルでやっていけるかって本当なんかこうはっきり言って怖いところありますけども、怖いからこそ2手3手先の手を打つってことができてるのかなと思います。このね、不安定を乗りこなす度胸がなければ、安定を求めてるような思考では多分もう私とっくに潰れてると思いますね。不安定どんとこいって感じです。まあ今日はそんな感じですか。じゃあお疲れ様です。